お世話になります、ひとりでございます。現在幻のポケモンゲットチャレンジというキャンペーンが開催中ですが、このキャンペーンではポイントを集めればゲノセクト、ボルケニオン、マーシャドウが不思議な贈り物で入手できるんですよね。では入手する際にボックスがいっぱいだったらどうなるのでしょうか。何か特別な注意喚起が出てきたりするのでしょうか。それとももらえても逃がすことになってしまうのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はボックスがいっぱいの時配布を受け取ったらどうなるのか検証していきたいと思います。まず準備としてセブンイレブンでね、買ってまいりました。今この手元にちょっと商品とかないですけど、こんな感じでね、購入してまいりました。ポテトサラダとソーセージ炙り焼きおにぎりみたいな感じで買ってですね、ちゃんと2ポイントゲットしておきました。ソードシールドのポケモンパンがね1ポイントなんで、それ2個買おうかなと思ったんですけど、あれどこにも売ってないですよね。何個か行ったんですけど売ってなかったんで、まあしゃーなくねこれ買いましたよ。まあとりあえずこれで2ポイントゲットということでやっていきましょう。ということでセブンイレブンの場合はなんかちゃんとそのセブンイレブンのサイトじゃないとダメみたいですよね。さっき別の普通のサイトの方でやったんですけど、キャンペーンコード認識されなかったんで、ここでやんなきゃいけないんだ、知らなかったわ。シリアルコード入力しましょう。レシートのシリアルコード、キャンペーンコードに2ポイント分交換。ここで、利用規約に同意と、これでいいのかな。レシートのシリアルコードを入力。はい、これでいきましょう。え、現在応募が集中してサイトに繋がりにくくなっております。おい、ちょっと待って、今さ2020年11月27日の14時39分だよ。こんな時間にアクセス集中してんの、やばいでしょ。それ違うでしょ、マジか。いけ、え、マジ、いや、いけるか。お、来た来た来た、ようやくだ。え、これ5回ぐらいやってようやくなんですけど、え、なんでこの時間帯でも無理なの。昼の2時って誰が使ってんのよ。まだ子供たちも帰ってきてないでしょ、家に。なんでこんな繋がりにくい、これやばいでしょさすがに。まあいいや。あ、これがキャンペーンコードなんだ。こっからまた、え、さらにあのサイト行かないといけないんだ。うわ、これめちゃめちゃだるいじゃん。え、じゃあさ、え、3回もコード入力しないといけないってこと。うわ、これしんど。うわ、こっから行かないといけないのね。ここでね入力して、入って、ただいまのポイント数0ポイント、ゲノセクトプレゼントっていう、あ、そっか、1ポイントって私2ポイントだと思ってたわ。うわ、まあまあいいや、どっちにしろ1ポイントの商品買えなかったんで、まあいいか。うわ、これでキャンペーンコード入力っていうね。うわ、これめちゃめちゃ大変っすね。ポケモンカードの方が楽だわ絶対。よし、行こう。オッケー、これでポイント数2ポイント、ゲノセクトのプレゼントゲット、シリアルコード受け取る。ここもね、いろいろね何回も押さないといけないから、これでシリアルコードゲットですね。はい、じゃあここからはまずボックス、まだね空いてるとこ結構たくさんありますので、ここをね埋めていきたいと思います。ポケモンホームでやった方がいいかな。それでやっていきましょう。はい、ということで結構時間かかっちゃったんですが、意外と移動するだけなのに大変なんですね。で今手持ちこんな感じでマックス溜まっておりまして、でさらに、ボックスも全部、埋まっております。この通りでハピナスばっかだから埋まってる感じなんかあんましないけど、多分穴開いてないと思います。一つもね、ちゃんと大丈夫だよね。オッケーオッケー、こんな感じで、大丈夫ですので、この状態で受け取っていくっていうことですね。微妙にポケモン足りなくなりそうなぐらい、結構全部埋めるってきついんですね意外と。じゃあこっからポケモン受け取っていこうと思うんですが、その前にまず普通にポケモン捕まえたらどうなるかちょっと見ていきたいと思います。これ地味に私知らないんで、多くの方知ってるかもしれませんが、ちょっとやってみましょうか一回。まあ適当にこいつでいいや。アマルスが出てきて、はい、ボックスがいっぱいの状態で捕まえるときどうなるか。はい、ここで、あ、ボールはちゃんと選択できるんだ。これ地味に知らなかったから、まあどうしよう、何にしようかな。クイックボールでいっか。クイックボールで、あ、無理なんだクイックボールで捕まえようとしたらボックスがいっぱいです。あ、そういう風に言われるの初めて知ったそれマジか、そうなんだね。あー、じゃあやっぱり受け取る時もボックスがいっぱいですとか先に言われるのかな。まあとりあえずこれはいいや。じゃあこっちのレイドはどうなんだろう。レイドは勝手に相手が逃げてくっていう感じですかね。ちょっとやってみましょうか。まだこれ初めて開いたばっかだったし、このロームでもうほぼクリアしてんのに初めてマックスレイドバトルやるっていうね。うわ、またたまたまあいつじゃん、アマルスじゃねこれすげえよ。ここで出てくんだ。
ポケモンがいっぱいです、捕まえられませんがよろしいですか。ここで出てきて、なるほどね、そういうことか、捕まえられませんがよろしいですかと出てくるってわけですね、レイドの場合は。あ、それぞれちゃんとセリフがあるんだ、注意喚起。あ、じゃあ不思議な贈り物の注意喚起あんのかな、もしかしたら。じゃあこれで倒したらどうなんだろう、逃げんのかな相手が。ダイマックスアドベンチャーでは結構、伝説ポケモンが逃げるっていうか、もう捕まえてる状態で、やると逃げていくので、多分それと同じような感じになるってことかな。今でこそ結構見るような光景ですけどね。まあ、とりあえずやってみましょうか。潰していく。どうなんだろう。あー、捕まえるっていうラン自体がないんだ。うわ、これちょっとダイマックスアドベンチャーとまたちょっと違う感じなんすね。うわ、捕まえないしか選べないというね。うわー、そういうことなんだ。はい、じゃあこんな状態で、シリアルコード入力して受け取っていきましょうか。じゃあ行くよ。不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取る。シリアルコードで受け取るか。あー、ポケモンがいっぱいですが贈り物を受け取りますか。なるほどね、こういうの出ちゃうんだ、もうすでに。あ、じゃあこれで受け取ったらどうなんすかね、マジで。これいけるってわけだよね。でも先に、どうなんだろう、弾かれんのかな。これでやってみましょう。結局不思議な贈り物って大体 A 連打して進んでいくから、あんな注意喚起あっても意味ないような気がするんですけど、これでどうなんだ、一応受け取れるわけだよね、これで。はい、受け取っていく。ちゃんとこれ、ゲノセクトですからね、幻のポケモンゲノセクト来たよ。どうすんの、どうすんのこれ。マジ。あ、ポケモンがいっぱいで受け取れません。手持ちまたはポケモンボックスにいるポケモン整理してからお試しください。こんなのできんだ。こんなの、じゃあ2回も注意喚起されるってこと。マジか。じゃあこれ何、もう一回受け取れるってことなんだこれ。じゃあこれでやめるで、あ、もう一回別にシリアルコード入力できんのか、ちゃんと。はい、ここでじゃあ適当にゴーストでも逃がしましょう。はい、バイバイ。この状態でどういう感じで受け取れるんだ。不思議な贈り物で、不思議な贈り物を受け取る。シリアルコードで受け取る。あ、もう一回入力し直さないといけないってことか。なるほどね。じゃあさっきと同じやつ入力していきましょうか。はい、入力完了したんで受け取っていきましょう。ちゃんとこれは大丈夫だよね、受け取ってないから。あー、行くんだ行くんだ。これ2回やったことないから分かんなかったですね。シリアルコードちゃんと受け取るとこまでいかないと、ちゃんと消費されたことにならないんで、もう一度受け取れるっていう感じですね。まあそれは当然っちゃ当然なんですけど。はい、これでストーンと来て、はい、ゲノセクト受け取れました。なるほどね。いや、こんな風になるんだ。こんなこと本当に何の検証する意味もないですけどね。ということで検証結果、ボックスがいっぱいの時配布を受け取ったら2回注意喚起がされるでした。さすがにこれはめちゃくちゃ親切な仕様でしたね。まあ2回も注意喚起わざわざする必要はないような気もしますけど、でもちゃんとね、さすがに結構不思議な贈り物でゲットできるものってやはり珍しいですので、受け取ったけどそれが結局自分の手に入らず、まあどっか行っちゃうみたいな、まあどっか行っちゃうみたいなことはないか、でもそういう感じにならなくて、親切仕様なんじゃないかなと思います。つかでも今思ったんですけど、不思議な贈り物とシリアルコードで受け取るやつって別にポケモンだけじゃないじゃないですか。道具とかの場合の可能性もあるのに、ポケモンがいっぱいですがやりますかみたいなことを聞かれるんですね。それもちょっとなんか不思議な話っすよね。別にその受け取る段階で言えばいいじゃんみたいな風に思うんですけど、いや不思議だね。あ、だから不思議な贈り物っていうのが。